ジャンプしながらダメージを与えつつ、あわよくば回避して、あ、いけたいけた、倒したぜやったふぅ、今のがラスボスだろうな、きっとな。あ、とにかくみんな助かったんだね。あ、ニーナは、スタンは、どうしたんだろうね。うん、別の空間にね。え、ニーナも、アドラは殺しても死なないだろうけど言い過ぎかな崩壊が始まった。ニーナ助からないのかな。なんとか助かってほしいよな。あ、これ砂嵐か。ケフィに砂嵐が、そういうことなのかな。あ、こっからあれだ、外に出られるわけか。うん、アドルだったら大丈夫さ。あいつのことだから、きっと戻ってくるよ。そうだね。でも、テルちゃん少しは心配してよ。少しは心配してちょうだいよ。ん？オカリナの音、気のせいか。あ、アドル、よしよし、アドル生きてたみたいだな。ニーナちゃんは、あ、大丈夫か。ニーナちゃんどうしたんだろう。あー、ケフィンが消えていくんだね。なんか物悲しい終わり方なのかな。なるほど、イース王国とはそこは違うんだな。やっぱりケフィンはなくなってしまうんだな。あ、この人どうするんだろう。対決があるかと思ったんだけど、なかったな。あれ、ニーナちゃん助かんなかったのかな。そういうことなのか。でもアドル助かったのに
そうなのか。でもこれでなんかエンディングっぽいね。なるほどな。あー閉じちゃうな。あーニーナちゃん。死なれた砂の都ってここで出てくるんだね、そのフレーズが。なるほど。あ、そういえばストーカーどうなったんだろう。伝説の剣士、そうだねだからアドル君だったんだね。なるほどな。なんかアドルにの誰かがいたのかなとか思ったんだけど違うんだね、アドルだったんだね。無事だったけどね。ちょっとあれだな、物悲しい終わり方なんだな。なるほどな。ストーカーどうなったんだろう、本当に。ストーカーとフォレスターどうなったんだろうね。あ、そうか、もう一回ここに来れるんだ。それどうなってるんだろう。あ、いない。フォレスターいない。あ、いたいたいた。なーにーって。その驚き方。よかった。うん。あ、なるほど。500年前から。でもストーカーなんだね。ああ、いいこと言うね。うん。でも未来じゃあ、だ変えちゃったんだよね。でもね、あ、いい知らせなんだろう。契約の指輪も使うも使われなかった。ああ、そうなんだ。うんうん。
あ、そうなんだ。ニーナ生きてる。あ、すげえ嬉しい。それで？なるほど、その腕輪のおかげで。ニーナが魔人になったわけじゃないよね、まさかね。それは違うよね。それどこにいるんだろう。あ、はい。今頃はスターのところに戻っているはずです。あ、そうなんだ。いや、でも戻ってきてるよね。さっきいたもんね。話についてきてない、ウィーリー。かわいそう。途中から帰らん外だったもんな。そうだね。申し訳ないね。まあ、君の出る幕じゃないんだって感じだな。あ、帰ってきたんだね、ここにね。あ、イブール一家。イブール一家。これ全員集合かな？あとはドーマーさんがいればなーみたいな。いや、別にいなくていいけどさ。全然いいけど、別にいなくて。ドーマーさんのことを偲ぶことは多分ないと思うけど。お願い、何ですかね。行くよ。もう行っちゃうよ。連れてって。嫌なこった。嫌 なこった。ネタフリだな、これな。ネタフリに決まってる。 これは無視するのが一番だな。 あ、もうアドル行っちゃったんだな、きっとな。次の目的地どこなんだろうね。あ、ウミネコかな。あ、ニーナ。きっとまた会えますよね。また、会えるかな。また会いたいな。なんか、ね。あ、これ。この音楽聴けると思わなかった。まさか消えると思わなかったんですけど。これは嬉しいですね。なんかこの音楽聴くためにここまでやってたような気がするぐらい嬉しいですけど。
ヒーナは無事だったし。いい冒険家になることになってる。ありがとう。でももう十分いいでしょう。もう十分いいでしょう、これは。そして道中でも殺しをしていくと。やっぱりかっこいいな、この BGM な。誰が喋ってんの？スタンに聞か。あ、そうなんだ。あ、テラ。置いとければ食っちゃったな、ウィリーは。行っちゃうに決まってんだろ。ついてこられたら迷惑だよ。迷惑だよ。一人旅でしょ、アドル君は。やっぱりそうだよ。お前にわかるな。新しい冒険、次本当どこに行くんだろうな。でもスタン帰ってきて嬉しいでしょ、ウィリーは。どっかでウィリーに会うことあったりしてな。あ、テラ泣いてんじゃん、どうしたんだ。アドルのバカ。かわいい。5年待ってろ。5年経ったら絶対もう一度来な。うん。絶対いい女になってるからさ、いい女になって。この子何歳？なんか背小さいから、あれかな。意外ともっと想定より子供だったのかな。17歳ぐらいかなとかで勝手に思ったんだけど。もっと小さそうだな、こう見ると。10歳ぐらいかな。それ小さすぎるか。じゃあ、間取って13歳くらいですかね。当たらずとも遠からず的なところじゃないかな。あ、ここフェルテじゃないの。フェルテ復興してるじゃん。あ、よかったよかった。これ、なんだっけ、エフィちゃんだっけ。あ、ここ難しかったよな。なんて名前だっけ、この子。この子じゃなかった、このじいさん。ここすげえ苦労しましたよね。いやー、でも、まあ、打開できてよかったです。あれ、これモンスターじゃないの、これ。あ、モンスター追い回してない。あ、これ、この子あれだ、宿屋の娘さんだ。あ、ネードだ。ネード、色っぽい。色っぽいネード。いやー、じゃあ、あれだね、感想とかね、ちょっとずつ喋ろうかな。なんか、この作品は、あんまりこう、高い評価得てないみたいで。です。もちろんそういう評価してる上で、あえてこのエキスパート版を選んでみたんですけども、あの、やっぱり、あの、前評判は、あれですね、あの、理由のないことじゃないなっていうふうには思いましたね。うん、なんか、あの、でも若干厳しい評価を受けてるかなっていう気もしないでもないかな。でもね、つまんないとかじゃなくて、惜しいって感じなんだよね。そう、なんかね、もっと面白くなるのになっていう感じ。いや、面白いんだけど、もっと面白くなったらいいなっていう、そういう感じですよね。うん。そう、まあ、ゲームシステム的にはね、もっと調整してほしかったなっていう。例えば、斜めに攻撃できるとか、例えば。あとは、魔法ですよね。ボス戦で使えないとかね、これ使えるようにしてほしかったですよね、やっぱりね。なんかもっとなんか、あの、攻略上、なんか有用なものであってほしかったなっていう。発生が遅すぎるし、やっぱりね。あと鍛えるのは大変なんですよね。
剣のレベル上げるだけでも結構大変なんですけど、だからそれに加えて魔法のレベル上げるっていうのも結構大変で、最後はちょっと上げたんですけどね、なんかもっと鍛えることに恩典があってよかったかなっていう気もするし、わかっこいい、まあ、そんな感じかな。それでどうしてこの作品を僕は実況のタイトルに選んだかっていうのをちゃんと話してないと思うんですけど、最終回なんですけどね、実はこの後この動画の後に復興したんだね、世界がね、砂漠がなくなったんだね、それすごいね。ですね、この後にプレイしようと思ってる作品に関係があるんですよね。この作品をですね、このEase5 のシステムとか、まあ、そういうものを見直してそのリファインした作品があるみたいなんです。でそれをやろうと思ってるから、体験しておきたかったんですよね。というかこの動画が上がってる頃にはもうやってる可能性もあるんですけど、まあ、まだ撮ってはないんですけどね、まあ、そんな風に考えてます。なんだかんだ言ってでもやっぱプレイしてよかったなと思いました。最後に翼を持った少年でしたっけ、あの曲聴けたの嬉しかったですね。いやー楽しかったよ。これでもう先進めないのかな。はい、あそうだ、あとなんだっけ、隠し男女があるみたいなんですよね。確かドーマン邸のどっかにあるみたいなんですけど、どういうものかっていうと、なんていうか正方形のマップが20個続いて、でそこに敵が出るみたいな、なんかすごく単純なもので、戦闘が続くだけみたいなんですけど、だからまあプレイはしません、まあ、そういうものがあるっていうことだけね。まあいいや、ともかくこの実況はここまでで、またイースのプレイはやっていきますので、お好きな方は楽しみにしててください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。